急停車を知らせる無線を受信したため停車しております。ただいま確認を行っております。恐れ入ります、発車まで少々お待ちください。ただいま緊急停車を知らせる無線受信したため緊急停車いたしました。知らせる無線の原因ですが、この先に走っております普通列車走行中に異常な音を感知し緊急停車したためと判明しております。走行中に異常な音を感知し点検をしております。そのためこの列車次の青柳駅にて少々停車をいたします。次は停車駅は茅野駅ですが、茅野駅、青柳駅と茅野駅の間にてこの特急列車の前を走っております普通列車異常な音を感知し車両点検を行っております。そのためこの列車茅野駅手前の青柳駅にて少々停車いたします。お急ぎのところ列車遅れまして申し訳ございません。ご案内いたします。ただいま茅野駅一つ手前の駅青柳駅にて停車しております。ただいま青柳駅停車しております。異常のない確認が取れたためこれより運転を再開いたします。この特急列車におきましてもこの先運転を再開いたします。本日は列車遅れまして大変申し訳ございません。またこの列車特急列車におきましてもこの先運転を再開いたします。終点松本に到着いたします。終点松本駅18分ほど遅れて到着をいたします。お急ぎのところ列車遅れまして申し訳ございません。ご案内いたしました車掌は JR 東日本松本を行く柳でした。4番線に到着いたします。お出口左側です。手打ちそば、ナマコ壁。
今1月3日で8時40分です。松本駅に到着しました。予定は8時19分だったんですけど、先行列車の故障でちょっと遅延しました。20分ほど遅延しまして、8時40分に松本駅に到着してます。今日はアルピコ交通さんのホテルに泊まります。アルピコ交通の名前忘れちゃったけどホテルです。松本の、まあ、駅前至近にあるホテルなんですけど、そんなに寒くないかな。もっと雪が積もってるのを想定してたので、これほどほとんど雪は残ってないですね。なんで助かりました。このぐらいだったらまあまあ過ごせそうって感じですかね。メガネ曇っちゃった。この正面がアルピコプラザ、アルピコ交通の、バスターミナルで、アルピコのホテルも多分隣のあれがそうじゃないかな、きっと。今気づいたけど、メガネ外しててもデジカメの画面を近くで見ればちゃんと見えてる。なんかすごく活かした酒場がここにあるんですね。松本つなぐ横丁。これホテルの建物がこれなんですけど、ホテルの入り口はどこなんでしょうか。わかりません。松本の若者たちがすごくワイワイとお酒を飲んでいます。いいですね。若い頃っていいよね。ああやって友情を深めていくんだね。はい、来ました。アルピコプラザホテルです。今日はここに泊まります。門松もあり、フロントはどこだろう。フロント2階。寒いくないけど、でも鼻水は出ますね、やっぱりね。あ、あった、本当だ。フロント、フロント。こんばんは。あ、はいはい。こちらも出てる枠が決まってるんで、日によってもしかしたらもうその枠がいっぱいになっちゃってる可能性があるんで。ありがとうございます。ここアルピコプラザホテルは、普通のビジネスホテルなんだけど、自動チェックイン機導入されてて、フロントの人と何もお話をしなくていいっていう、あれはなんか画期的だけど、でもちょっとどうなんだろうとも思っちゃうな。ねえ、そのぐらいフロントの人だって4人いたのに何もしないわけでしょ。ちょっとね、びっくり。4人いるんだからチェックイン手続きぐらいしてくれてもいいのになって思っちゃったんだけど、どうなんでしょう。私の単に偏見かもしれないです。お部屋こんな感じです。失
シングル、あ、ダブル、でっかいベッド、でっかいダブルベッドと、あ、松本駅がすごい見える。見える見える松本駅が。そして、東横イン。テレビ。丸い鏡。空気清浄機ありますね。あ、なんか広めのお風呂だ。いいね。今日は松本駅前のホテルアルピコプラザ、アルピコ交通がやってるビジネスホテルなんですけど、ここに泊まっています。このように松本駅が綺麗によく見えていて、そろそろいろいろ列車が到着する時間だと思うんですけど、あの向こうに泊まってるのは何だろう、アルピコ交通なのかな。不勉強でよくわかんないんですが、結構巨大な引き込み線がある、まあ、ターミナル駅なんで当然ですけど、そんな駅になってます。お、なんか来ましたね、列車。あれは普通列車かな。普通列車が今到着してます。あっちがどっち方面なんだろう。長野から来たやつですかね。よくわかんないな。あずさ、全然遅延してない。すごいですね。21時44分。あれ、新宿発のあずさ、何号だか忘れちゃったけど、今着いたところです。あの353系ってすごい乗り心地がいいですね。今日改めて思ったけど。あれが21時42分発かな。あ、じゃあ少しはやっぱ遅延してるみたいね。なるほどなるほど。なんか松本駅ですけど、やっぱり次から次へと列車が通るんでいいですね。この風景はやっぱりいい感じじゃないですか。今ね、特急シナノも通ったんですけど、シナノの存在すっかり忘れてましたね。今朝の松本駅ですが、このスーパーあずさ E353 系が7編成ぐらいここにいて、壮観です。すごいたくさんありますね。駅で発車準備してるのも1編成ありますね。こんなにたくさん見ないよ普通。